第66回ベルリン国際映画祭は2016年2月11日から2月21日までドイツのベルリンで開催された。キンクマ名誉賞はドイツの撮影監督のミハエル・バルハウスが受賞した。ヘール・シーザーがオープニング作品として上映された。イタリアのドキュメンタリー映画、海は燃えているイタリア最南端の小さな島がキンクマ賞を受賞し、 クロージング作品としても上映された。審査員長のメリルストリープコンペティション部門では以下の人物が審査員を務めた。第1回作品部門では以下の人物が審査員を務めた。短編映画部門では以下の人物が審査員を務めた。金熊賞、銀熊賞を競うコンペティション部門では以下の作品が選出された。コンペティション外では 以下の作品が上映された。パノラマ部門では以下の作品が選出された。パノラマドキュメント部門では以下の作品が選出された。テディショーの30周年記念の一環として以下の作品が上映された。特別部門では以下の作品が選出された。キンクマ賞はイタリアのジャン・フランコロッシュ監督の海は燃えているイタリア最南端の小さな島が受賞した。 以下の章が授与された。ありがとうございます。